たします。皆さんもこのマクロスワールド、この世界をですねしっかり感じ取るようにお願いします。はい、よろしいですか。はい、それでは行きましょう。マクロス最速発信。この番組はバンダイビジュアルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんお待ちかね、巨大スケールで迫力のスーパーモードに完全変形、デラックスシャイニングガンダム、モビルファイターシリーズもレディーゴー。ガンダムファイト、最新型モビルファイターシャイニングガンダム、今壮絶な戦いが始まる。 G ガンダムプラモデルコレクション。心を打つ音楽がここにあります。マクロスプラスオリジナルサウンドトラック、10月21日発売。いよいよマクロスの魅力に迫ってみたいと思うわけですけれどもね、はい、奈々ちゃんトレンディードラマは好きですか。あ、もちろん私女優ですから好きですよ。あら、まあ驚いた、女優だったんですか。女優だったんですよ。すごいですね。一応名前ばかり、はい、トレンディードラマどうしたんですか。突然、いや突然でどうしたんですかじゃなくてですね、はいはい、いやこのマクロスの魅力の一つにですね、はい、この複雑なこの登場人物たちの人間関係があるわけです。これがもうトレンディードラママスターのですね恋の駆け引きがこう展開されるわけだ。先生と生徒が恋に落ちちゃう。あ、もう指と指を糸で結んじゃってるなんて、はい、いやそういうのはちょっとないんですけどね。でも近いものはあるわけですよね。まあ、でもねこの1作目の当時、はい、12年前、はい、このアニメで大人のラブロマンスをやるっていうのはねかなり斬新なことだったんですよね。はい、じゃあそこでですね1時間目としましてマクロスにおける恋の万有引力の法則、これをまず勉強してみたいと思います。どうぞ。一作目、超軸要塞マクロスの主人公は17歳の少年一条光。マクロスの進駐式に訪れた彼はこの時まだ民間人であったにもかかわらず